さんこんにちは、ストレアというのベラちゃんです。カナチャンネルへようこそ。洋平ね、最近アクリルの絵練習してる。なので今日はね、私もちょっとやってみたいなって思いました。キャンバスを使ってちょっと秋の絵を作ります。皆さんエンジョイ。めっちゃ多すぎた。本当に難しい。白が多すぎる。じゃあ今度こうね。その後なんかこんな感じのアルミホイルを使ってちょっとこうチュン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 ってやります。今度ここもやります。後ろも。OK です。じゃあまあちょっと黒を使って木を作ります。そしたらもうこれを使います。ちょっと綿棒。ちょっと白で葉っぱが落ちてるって感じ。まあスイカを使います。まあこれはもう使えないから。こんな感じになりました。どうでしょうか。なんか洋平ちょっと見せたいことがある。たたーん。どうでしょうか。ミスでしょ。見て、こんな感じ。え、本当に。本当だよ。私初の絵です。めっちゃ天才じゃん。すごいじゃん。本当に。もう先に始めたのは僕かもしれませんが、師匠どうしたんですか。よかった。すげえなメロベロちゃんの1枚目。1枚目。よし。おめでとう。ありがとうございます。はい。ということで皆さんもこの動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あと誰か私もやってみたいなって思った。